こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は土浦連続殺人事件について紹介するぜ。ストレートなタイトルこそ、恐ろしく感じるわね。一人の男が、ある事件を起こすんだが、その際に警察を挑発するような行為を繰り返していたんだ。とんでもない男だわね。犯行の動機があまりにも身勝手だったことから一般社会でも大きな波紋を呼んだんだぜ。とても事件の内容が気になるわね。詳しく説明してほしいわ。任せてくれ。それでは、ゆっくりしていってねー。今回の事件は2日間に分けて発生したんだ。1日目は2008年3月19日に、犯人となる神奈川正宏は犯行計画を立てていたぜ。事件は衝動的なものではなくて計画的なものだったのね。そうなんだ。神奈川は妹と仲が悪く、妹を最初の標的にするんだぜ。え？実の妹を標的にしたの？しかし、犯行当日に妹はたまたま外出していて事件に巻き込まれるのを回避していたんだ。そこで神奈川は新たに標的を探し始めるんだぜ。一体誰が標的の候補になったのかしら？神奈川の母校である小中高等学校の生徒や、ネット上でトラブルになっていた相手が候補になってた。そして最終的に選んだのは小学校だったんだ。なんて自分勝手なんだろうね。神奈川は目的の小学校まで、マウンテンバイクに乗って向かって行ってるんだ。そして到着したんだが、そこは想像していたのと違う光景があったみたいなんだぜ。それは一体どんな光景だったのかしら？意外にも学校には大勢の大人が歩き回っていたんだ。その時は終了式が行われていたらしく多くの保護者が学校を訪れていたんだぜ。それを見た神奈川は犯行を断念しマウンテンバイクに乗ってその場を離れていたんだ。自分より弱い子供を狙った、卑劣な計画が崩れてよかったわ。一度計画が狂ってしまったことで、そこからは勢い任せで標的になりうる人物を探し回るんだ。何が何でもその日に犯行することを決めていたのね。そのようにして、住宅街を走り回る中で神奈川はある家の前でマウンテンバイクを止めたんだ。そしてインターホンを鳴らし、中から出てくる人物を確認しようとするんだぜ。一体誰が出てくるのかしら？出てきたのは一人の高齢男性だったんだ。それを見た神奈川は彼を標的にするんだぜ。老人だと思ったから標的にしたのね。まずは、怪しまれないように自転車の空気入れを貸してもらえないかと尋ねるんだ。高齢男性は心よく承諾して、空気入れを取りに行こうとして神奈川に背を向けた瞬間、高齢男性に襲いかかり第一の事件が発生してしまったんだぜ。ついに事件が起きてしまうのね。犯行を終えた神奈川は、慌ててその場を立ち去るが、乗っていたマウンテンバイクを置いてきてしまうんだ。さすがに冷静ではなかったのね。自宅に戻った神奈川は、服を着替えて、自室の壁に死という文字を書いたんだ。え？狂気的な行動ね、恐ろしいわ。字を書くのに使われたのは、服についていた血だったんだぜ。さらに恐ろしく感じるわね。着替えを終えて、犯行時の格好ではなくなった神奈川は、事前に逃走資金として用意していたお金を持って、ビジネスホテルへ潜伏するんだぜ。逃走資金も用意していたのね。逃走している間に、秋葉原の理髪店で坊主にしてもらい、本人とバレないようにするんだ。めちゃくちゃ、考えて逃走しているわね。事件発覚後に捜査員は、現場に残されたマウンテンバイクから神奈川の存在を割り出したんだ。そして神奈川の自宅を訪れ、部屋を確認した際、壁に書かれたという文字と、犯行時に着ていた衣服が残されたことで、警察は神奈川を犯人だと断定するんだ。いよいよ逮捕に繋がってくるわね。警察は応対した母親に、神奈川と連絡を取れないか尋ねたんだぜ。母親なら何かしらの連絡が取れそうだよね。しかし、神奈川の連絡先を知らなかったんだ。そのため神奈川の弟にあたる、もう一人の息子に連絡をするんだぜ。金川には妹の他に、弟もいたのね。連絡を受けた弟は言われるがまま、兄に電話をかけることになったんだ。ところが、神奈川は逆探知対策として携帯電話の電源を切っていたんだぜ。用意周到だわね。第一の犯行の翌日に、神奈川はスーツ姿で秋葉原の電気街へと行き、この日発売のゲームソフトを購入しているんだ。わざわざ、スーツ姿なのね。ホテルに戻って一日中ゲームに没頭していたんだぜ。事件発生から2日後の3月21日。事態が動くぜ。いよいよ、事態が変わってくるのね。ホテルにいた神奈川の元に母親から一通のメールが届くんだ。そのメールには急にいなくなって心配していると書かれていたんだぜ。やはり母親として息子のことは心配だよね。ところがそのメールを読んだ神奈川が考えたことはすでに警察に目をつけられたのだろう。ということだったみたいだ。常に疑っていて、慎重になっているわ。そして、神奈川は母親に対して自分が犯人だ。これから犠牲者が増えると返信したんだ。
この返信を確認した警察は、神奈川が犯人だと確信し事件の犯人として全国に指名手配をするんだ。ついに指名手配犯となったのね。ニュースを見て、その事実を知った神奈川は逮捕も時間の問題だと悟り、次なる犯行を計画することにしたんだぜ。また犯行を重ねるのね、諦めが悪いわね。そして、翌日の3月22日に土地勘のある常磐線日立の牛久駅へと向かい、そこから荒川沖駅に歩きながら、標的になる人物を探していたんだぜ。また、新しい標的を探しているのね、恐ろしいわ。だが、その日はうまく標的を見つけることができず犯行を断念するんだ。その際に警察に電話をかけ早く捕まえてごらんと言って挑発するんだぜ。すごいメンタルね。まるで犯行を楽しんで警察を馬鹿にしているわね。その後、神奈川は潜伏先を横浜に移そうとするんだがホテルが満室だったので東京に戻ってくるんだ。結局、この日は神田のホテルに宿泊するんだが、部屋で土地勘のある場所を思い出しながら、次なる犯行現場を吟味するんだぜ。逮捕されるまで秒読みだということは神奈川本人もわかっているはずなのに、なぜ事件を起こそうとするのかしら？それには、神奈川のとある考えがあったんだ。神奈川が事件を起こした理由としては死刑になりたいという衝撃なものだったんだ。すごい理由ね。神奈川は過去に起きた事件の判例から、第一の事件だけでは死刑にならないだろうと考えるんだ。そのため、何としてでも逮捕前に第二の犯行を起こす必要があったわけなんだ。なるほど、だから必要に標的を決めていたのね。そして最初の犯行から4日後の3月23日に神奈川は第二の事件を起こすことになるんだぜ。ついに、新たな事件が起きてしまうのね。午前11時過ぎに自宅の最寄り駅の荒川沖駅で、次々と通行人に襲いかかるんだ。辺りは騒然とする中、現場に張り込んでいた捜査員が犯行に気がついたが、その場で逮捕することができず、8人を襲った神奈川は逃走するんだ。8人も襲ったのね、怖すぎるわ。この事件で被害者のうちの1人は帰らぬ人となってしまったんだ。現場から逃走した神奈川は、そのまま姿をくらますことはなかったんだ。どこに逃げたのかしら？なんと自らの足で荒川地区交番に実施するために向かったんだぜ。しかし、この時に交番には誰もいなかったみたいなんだ。何かとタイミングが合わないわね。そこで神奈川は自ら警察に電話をかけ、自分が犯人だと通報するんだぜ。通報を受けて駆けつけた警察によって神奈川は逮捕されるんだ。これで事件はひとまず、終結したわね。逮捕後に行われた聴取の中で犯行動機が改めて判明するんだが、そのあまりにも異常と言える内容から、神奈川は統合失調症の疑いを持たれ精神鑑定が行われたんだ。とんでもない動機だったわよね。その結果、神奈川の精神状態は自己愛パーソナリティ障害と判断されるんだ。自己愛パーソナリティ障害とは何なのかしら？ありのままの自分を愛することができず、自分は優れていて素晴らしく特別で、偉大な存在でなければならないと思い込む、パーソナリティ障害の一つなんだ。そういった障害もあるのね。とは言っても、人口の 1% が一生のある時点で経験するものであって、責任能力が問えないようになるほどではないんだぜ。なるほど。その後、神奈川の責任能力が認められ9月1日に起訴されたんだ。そして犯行から約1年後の2009年5月に、水戸地方裁判所で裁判が開始されるんだぜ。裁判中の神奈川はどんな様子だったのかしら？神奈川は早く刑を言い渡されるのを求めていたみたいなんだぜ。そのため、公判中に証言が長引いたりなど判決までが遠のくと神奈川は激高したらしいんだぜ。そんなに早く死刑になりたいのかしら？そして12月18日に判決公判が開かれ、水戸地裁は弁護側の訴えを退け、検察側の求刑通り死刑を言い渡したんだぜ。神奈川にとって念願の結果ということになるわね。弁護側は減刑を求めていたが、罪に問われている神奈川本人は死刑を望み続けていたんだぜ。結果的には神奈川の望み通りの判決になってしまっているんだ。この判決を受けて、神奈川はマスコミに対して完全勝利といったところでしょうかと、発言しているんだぜ。とんでもないやつね。確かに普通はこのような考えにならないからな。判決後に弁護側は控訴したんだが、神奈川本人が刑を受け入れたため、後に控訴は取り消されているんだぜ。神奈川にとってこの終わり方は、この上ない喜びだったというわけね。2013年2月21日、収監先の東京拘置所内にて刑が執行されて事件は幕を下ろしたんだ。また、第二の事件が起きた現場付近で警戒に当たっていた警官が、犯人の写真を持ってなかったなど、ずさんな対応が次々と明らかになり、茨城県警は批判の対象になっていたみたいなんだぜ。事件が終わっても騒動はあったのね。そんな神奈川は一体どんな人物だったのかしら？
ここからは神奈川の生い立ちについて詳しく説明したいと思うぜ。お願いするわ。神奈川正弘は1983年10月13日生まれで外務官僚だった父親の仕事の都合で、1歳から4歳まで中国の上海で過ごし、すぐにアメリカのニューオーリンズへと家族で移住し、そこで6歳まで育っているんだ。幼少期からすごいわね。帰国後は、横浜市内の公立小学校へと進学していて、小学校時代の神奈川の成績は特に良いわけではなく、どちらかというと平均的な学力だったみたいだな。良くもなく悪くもない、至って普通だったわけね。中学校時代の神奈川はおとなしい性格であったものの、特に問題を起こすこともなく、比較的、真面目な生徒だったようだな。中学を卒業後、神奈川は自分で進学先を選び、自宅近所の私立高校の普通科へと進学しているんだ。なんてことない普通の学生な印象を受けるわね。高校時代の神奈川の成績は中の中だったが、弓道部に所属し、高校2年の時には、全国大会にも出場しているほどの実力だったみたいなんだぜ。全国大会に出るなんて、相当な実力があったんだね。ただ付き合いは悪かったそうで、部活仲間が食事に誘っても、絶対に参加しなかったみたいなんだぜ。また、高校3年生の時の沖縄へ修学旅行に行った際の感想文では、自分以外の人類全てに敵意を剥き出しにしたような罵詈雑言を散りばめた過激な文章を書き、当時の担任教師に注意され、書き直しさせられているのだが、書き直し後の文章でも、罵詈雑言は半分ほどしか減ってなかった、というエピソードもあるんだぜ。危険な本性が出てきているわね。神奈川は大学進学できるほどの学力は十分にあったが、興味がなくなったと唐突に言い始め、大学進学をやめているんだ。就職することになった神奈川は、和菓子会社に面接に行ったのだが、工場を見学させられただけで、面接は受けられずに返されてしまったようなんだぜ。もしかしたら、何か不適切な発言をした可能性もあるわよね。神奈川は自分の意思で面接を断ったと言い張っていたらしいんだ。いずれにしても、神奈川はこの和菓子会社の一件によって就職することを拒否し、挙句には高校も卒業せず中退すると発言していたみたいなんだぜ。感情が危うい方向に向かってるわね。この時は同級生の説得によって思い直し、レポートを提出して単位を取得して、どうにか高校は卒業しているんだ。いい同級生がいて助かったわね。高校卒業後、神奈川は自宅に引きこもり、昼間に起床し、一日中自室でゲームをして食事をとり、0時頃になると寝るという自堕落な生活をしていたみたいなんだぜ。それだと将来が心配になるわね。だが、高校卒業後はお小遣いをもらえなくなったため、ゲームソフトを購入するために、近所のハム工場や自宅近くのコンビニでアルバイトしているんだ。そこまでは、社会性はあるわね。コンビニでの仕事ぶりはとても真面目だったため、店長に右腕になってくれないかと、声をかけられていたこともあったんだぜ。すごいわね、いい仕事ぶりじゃないとそんなこと言われないわよ。ところが、神奈川はその店長に声をかけられた2日後に突然無断欠勤し、そのままコンビニのアルバイトを辞めてしまったらしいんだぞ。なんでかしら？せっかく期待されているのに、このコンビニを辞めたのが、死刑になるための殺人を具体的に計画し始めた、2008年の1月16日のことだったようなんだぜ。そしてこのちょうど2ヶ月後に神奈川は土浦連続殺人事件を起こすんだぜ。なるほど、犯人の神奈川の人物像はこんな感じだぜ。とんでもない人物ね。死刑執行時の最後の言葉や様子などは伝わってないが、死刑執行を待つ間の、神奈川は、独房でゲーム雑誌や漫画雑誌を読み漁ったり、アニメのビデオを見たりしていて、平然に過ごしていた様子だったみたいなんだぜ。本当に最後までとんでもない性格の人物ね。ということで、このチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために、役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。